はい、こんにちは。スクエアトイレのベルちゃんと梅ちゃんです。はい、あれ、メロちゃんが日本に来て好きな食べ物は何ですか？一番大好きな食べ物は、これです。おこれですよ。お一人でも食べれそう。メキシコって寿司食えないよね。絶対ダメ。生はダメ。ダメあるけどさ、めっちゃ高いよね。めっちゃ高い。めっちゃ高いし、まずいし。うなぎじゃん、この1個で多分3500円ぐらいするんだよ。そうだよね。で、なんか生は危ない。食べちゃダメ、ね、あるけど危ないよね。うん、あるけど、なんかもう危ない。病気になる感じがするよね。そうだね。あとサーモンはね、メキシコは高い。いや、もう高級なのか。高級って？高級？高級？高い。高い。あるけど高いんだ。買えないんだ。だから例えば日本でね、あ、サーモン食べたよって言ったら、普通だよね。ほうほう。メキシコでね、あ、サーモン食べたよ、へえ、お金持ちだよって。そうなの？うん、本当だよ。だから私お金持ちなんです。お金持ちなの？そう、サーモン食べれるよ。財布の中見せていくら持ってる？財布はないもん。あ、お金ない。お金がない。ということで、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、コメントもお願いします。じゃねー。いただきます。